カンムリバトは、ハトモクハトかカンムリバト族に分類される鳥類。インドネシア固有種。セラムシマニーニュー。全長66から75センチメートル。種小名クロータは、景観のあるのいで、頭部に大型で、線上に広がるレース状のカ羽があり、和名の由来にもなっている。全身は青みがかった灰色の羽毛で覆われる。上面と小雨服、中服は、 赤葛色。大雨服は淡灰色。低地にある森林や湿地などに生息する。2から10羽からなる小規模な群れを形成し生活する。地表性で、主に臨床で生活する。中高性で、夜間は樹上で休む。食性は雑食で、昆虫類や果実などを食べる。地表で採食を行う。繁殖形態は卵生。樹上に、 木の枝などを組み合わせた皿状の巣を作り、1回に1個の卵を産む。死ゆとも放卵し、放卵期間は28から29日ほど。育成も死ゆともに行う。ヒナは孵化してから30から36日ですだつ。生息地では、羽毛が装飾品になったり、食用とされる。開発による生息地の墓や、羽毛目的や食用。 ペット用の乱獲などにより生息数は激減している。そのためインドネシアでは法的な保護の対象とされている。ありがとうございます。